最初に90年代を倉方さんがまとめていて、あのそれとはだいぶ変わってるなという感じがしましたね、90年代と0年代。それで、90年代もすごくあの充実した時代だったと思うし、僕はちょっと学生の頃だったのでいろいろな言説持っていて、影響も受けたりもしたんですけど、今から見るとやっぱりその建築を作る話、建築を方法の話が多かった時代だったのかなと思うんですよ、90年代まあ、95年ぐらいから青木さんが割とその作るっていうことをあの中心にした芸術を残していたり、まあ、あの塚本さんとかもそうですけど、あの割と今から見るとちょっとあの設計者の内側に入って内側に閉じこもったような議論が、まあ、閉じこもるという言い方があるかもしれませんが、方法論の時代だったような気がしていて、で当時は僕から見るとものすごくこう建築家にしてはその社会とつながろうとしていると思ってたんですけど、あれこの 10年を経ると、だいぶあの社会に開いてきたなという感じがしました。であの今回のベンチマークもほとんどその社会的な問題に対してのこうアプローチとして取れるようなものが多くて、まあ、当然環境のこともそうだし、さっき言った町とか高齢者とか建築の拡張性の話もそうですけど、やっぱり建築の内側の問題がもう扱われなくなってしまって、まあ、その住宅をめぐるリアリティみたいなものが、まあ、常に設計者が求められていると、それに対してもうそれとセットに僕らは提案していかなきゃいけない時代だったんだなっていうのを改めて思って、でそれに対してまあこれだけあの多様なアプローチがあるっていうのを、まあ、こうやってまとめてみると単純にやっぱり驚くし勇気づけられるようなところがありますね。で僕もあまり日常的に雑誌をチェックしてないので知らない作品もすごく多くて、あのすごく面白かったです。はい、今の話に続くのですが、あのやっぱり戸建て住宅っていうビルディングタイプそのものがあのすごくこう揺らいでいるっていうか、あの、まあ、戸建て住宅、まあ、私たちの住居学の世界で言えば戸建て住宅がイコール標準家族だったわけですけど、まあ、そのことすらもはや問題にならないぐらいもう標準家族っていう形が見えなくなって、でそうすると継ぐ人のない戸建て住宅をどんどん作るっていうことになるわけなので、そうすると戸建て住宅標準家族っていう背景を失った戸建て住宅がビルディングタイプとしてどんな意味を持つんだろうっていう、なんか漠然とした不安みたいなものがあって、それが一ついろんなアプローチになっているって。だけどそれはいろんな意味でこうあのリスクがこう見えてきたわけだけれども、まあ本当にこのフィールドの中でどんな問題を今こう共有しなきゃならないかっていうのが、10年の尻尾の方になってややこう見えてきつつあるのかなっていう感じがしています。だからこの多様さっていうのは、その前の時代のバブルが崩壊してっていうようなその問題がこう非常に見えやすかった時代とまた違ってこうすごく多様化した中でどんなふうにこう、建築が問題を受け止めていくのかということと、ただ最後の方にこうなんか集合の形式っていうか戸建て住宅と集合住宅どこで線引くのかなっていうところが最後にこうのいくつかの、まあ、中で、割とこう出てきているかなっていう、だから後半にはやっぱりそういう新しいこうビルディングタイプとしての集合でも戸建てでもないようなものっていうのがこう見えてきたかなっていう感じがちょっと見ててしました。はい、ぼんやり眺めているとなんとなく ただ10年の集めただけではなくて、なんか全体のこう流れが読めるようなこう川の流れを見ていくように見えるんですよね。ところが見ていくと別に年代順を追っかけているわけではなく、こうそれぞれのベンチマークを立てながらずっと置いて、編集されてるし、それとその中で、小論文っていう、最初の
インタビュー、インタビュー、はい、インタビューって入ってるんですけど、はい、インタビューも、とかあと、多分一番こう数が多かったものが大きく扱われてっていうようなことをやっていて、なるべくこう編集の作為がないようにされていて、だけど実は作為が後から編集を読めてくるっていうのは、読んでると流れが読めるってことはやっぱり編集入ってるんだっていうのが分かるんですけども、でね、一番面白かったのは、ね、民主主義だったんですよね。で、編集の仕方がすごく民主的に行われている、手続きが民主的であるっていうのがすごく感じられたんですけども、日本のこの住宅の多様性って実は民主主義だったんです。でこれはあの多分、まあ、戦争に負けてその、まあ米軍が民主的になるように税制、土地所有の方法、全部システムを民主的なシステムに変えてしまって、個々人が自由決済で自分の建物、自分の土地なら建てられる、しかも大地主が解体されるという、そういうシステムを作ったから、みんなこう土地が細分化されて、そういう小さい家が建てるということですね。でその結果が2巡ぐらいして、まあ、これは塚本さんが、そういう話されますけども、まあ、2巡、3巡目ぐらいに入ってきて、本当に自由に自分の表現をするという人たちがたくさんいる社会ができて、民主的な社会ができて、しかも、その人たちがすごい、非常にこう空間や、または建築に対する知識の非常に深いクライアント層がすごい多様なクライアント層ができたということなんじゃないかと思うんですけど、だから建築家が経営を結ぶ必要なく、それを望む社会があって、それに対してこれだけの数の優秀な建築家たちがちゃんとそれをしっかりこうパフォーマンスしているという不思議なこう社会状態ができて、おそらく世界でどこにもないものだと思うんですね。そうですね。でこういう社会が作れたということを、しかも民主的な手続きで編集して、これだけ圧倒的な量の表現を見せてくれているということがすごく素晴らしいと思って、それでインタビューをこうほとんど僕あまりちゃんとは読んでなくてですね、ぼんやり眺めてたんですけど、インタビューだけちょっと追っかけていくとですね、まあ、佐野さんのやつの時にそう思ったんですけども、すごく健康な感じがしたんですね。で健全でそれはですね、なぜかというと作家主義ってある種の異様、健康ではないと思うんですよ、うん、ある病気がない限り作家にならないのが、すごく健康な精神で建築作ろうという意図が、それがでもこの10年ぐらい結構それが当たり前のように展開されていて、でその多分新しいひょっとすると、まあ、文明や文化みたいなものをちゃんと作っていこうというような、状況が生まれつつあるというような、そういう日本の、建築状況がよく読めるというのと、もう一つ島田さんのお話と僕本当に感じたんですけども、一住宅一家族、一家族一住宅という制度自体がやっぱ解体されて変わってきているというのは、多分それも意図があって、この最初に、森山邸が白黒で出て、最後に森山邸全部出てるというのは、多分住宅というものが、家族を収容するものではなくて、人々が集合するという概念を作るものがどこにあるのかという話に大きく流れがある作られているような気がしますね。で、まあ、そういう編集がこう、なんか通底する編集がありながら手続きが民主的に行われているという、なんかすごくいい本ができたなと思いました。